全国高校駅伝女子の部順位予想6位までを今回はしていきたいと思います。優勝予想は宮城県代表、仙台育英高校を予想いたします。宮城県高校駅伝は優勝、東北高校駅伝は準優勝という結果で全国大会に乗り込んでくる仙台育英高校。個人的には日本人エースの細川選手に注目していただきたいなと思います。まだ2年生の日本人エース細川選手ですが まあ個人的にはですね早く将来マラソンで見たい選手でもあって腰の高さ、足の運びそして足のさばき方どれも,もう芸術の域に達しているなと思います東日本女子駅伝5区で区間賞同じく2年生の長岡選手も長い距離に強くて、まあ、あの仙台育英高校というと男子もそうなんですけれども駅伝力の高さ持ちタイム以上に持ちタイムも素晴らしいんですけどロードに強い選手が非常に多い、まあ、そんなチームとなっております。 そして宮城県高校駅伝のアンカーで区間賞を取りました留学生のジェロップ選手も非常に力がありまして楽しみな選手なんですけれどもまあ順当にいけば1区に細川選手2区に長岡選手でアンカー、ジェロップ選手なのかなと思いますけれども1区、2区、5区主要区間に全国トップクラスの選手を起用できそうな仙台育英高校がやっぱり強いのかなというふうに思います。宮城県大会も67分台 本当に強さと速さ、兼ね揃えたチームなのかなと個人的には思ってますし。まあ、本当に細川選手のね、走りすごい力強いというか、まあ体感もね、ええー、ドシッとしてて、まあ、まだ体はね、軽そうなんですけれども、非常に力強い走りが持ち味の選手なのかなと思います。本人の努力はもちろんですけど、本当に才能あふれた走りが持ち味の選手だと思いますから。まあ、そんなエースの細川選手がいるし、留学生も強く。 同級生の長岡選手も強いということで、まあ、本当に組織的にも個人的にも強い仙台育英高校、まあ、1区から間違いなく流れを失わない展開を作ることはできると思いますので今回優勝予想といたしました準優勝予想は京都府代表立命館宇治高校を予想いたします京都府高校駅伝は優勝近畿高校駅伝も優勝を果たした立命館宇治高校エースの山本選手に注目ですインターハイ 1500m6 位入賞を果たした山本選手 全国屈指のスピーードランナーとして活躍してておりますそして何といっても立命館宇治高校駅伝力も高い外さないというのが毎年恒例のチームカラーとなっております。山本選手は長い距離も行ける選手ということで、まあ、1区で、ね、区間賞争いができるのかなというふうに思いますし仮に区間賞を取れば、まあ、そのままずっと先頭を押すっていうほどわけには、ね、なかなかいかないかもしれないんですけれども。 ただ、先頭付近メダル争いを常にしてくれるんじゃないかなと期待を寄せるぐらい強いチームなのかなというふうに思います。駅伝力の高さそして即席力も高くて外さないのが立命館宇治高校ということで、えー、京都代表ということで地元京都で争う宮古路今回準優勝に立命館宇治高校を予想いたしました。 そして、最予想は鹿児島県代表、神村学園高校を予想いたします。鹿児島県、高校駅伝優勝、そして九州高校駅伝も優勝を果たしましたが、神村学園高校といえば、なんといっても、カリバ・カロライン選手という、本当にとてつもない強い留学生が控えているのが強みです。インターハイは優勝、5000メートル日本記録保持者の田中希選手並みの力があるということで、まあ、ちょっと田中選手の方が強いかなとは思うんですけれども。 他の実業団トップランナーにも勝てるぐらいの力があるのがカリバ・カロライン選手ということでちょっとね、高校生と試合に出るとレベルが違いすぎるのかなというふうに思います女子のアンカー区間は距離、コースともに男子のアンカーと同じなんですけれども、まあ、昨年は男子の部でも20番台に匹敵するタイム走りだったということでやっぱり女子の、ね、高校生の中ではレベルが違うのかなというふうに思います。破壊力のある 上村学園高校のカリバ・カロライン選手はアンカー順位争いの場面に控えていればもう勝ち切る強さがありますよねまあ、優勝だけが勝ちではなくてもう目に見えるような範囲でスタートする選手全員抜かしてゴールするんじゃないかなと勝ちきるんじゃないかなというふうに思いますまあ、上村学園高校といえば例年ま一、あ、区がねちょっとポイントになってくるんですけれどもしっかりうまく繋いでアンカー勝負に持ち込めれば メダルはあるのではないかなと思いましたので今回3位に上村学園高校を予想いたしました良い予想は神奈川県代表の白鳳女子高校を予想いたします神奈川県高校駅伝優勝関東高校駅でも優勝を果たした白鳳女子高校アンカーには留学生の女神選手もおりまして日本人エースには小田島選手もおりましてまあ、非常に主要区間は戦えるのかなというふうに思います 小田島選手に関しましては昨年のこの駅伝シーズンぐらいから一気に成長も見せまして今シーズンはインターハイ 3000m 決勝にも出,出場された選手ということで、まあ、トラックも、ね、当然実績はあるんですけれども駅伝ロードも非常に強い選手ですので、まあ、1区からしっかり勝負できるのかなというふうに思います、まあ、特に女子駅伝に関しては距離が短いですので出遅れないことが重要なのかなと1区が最長区間でありますし 三区四区は三キロ区間ということで。まあ、差が生まれないわけではないんですけど、なかなか差がつきにくい。距離設定にもなっておりますから。まあ、一区からいいポジションに入れると。個人的に思いますので、神奈川県代表の白鵬女子高校、今回は四位を予想いたします。そして、五位予想は大阪府代表。君栄女学院を予想いたします。大阪府高校駅伝優勝、近畿高校駅伝は準優勝の君栄女学院。 2年生エースの塚本選手は今年インターハイにも出場した選手塚本選手を中心に大阪府高校駅伝も69分台の好タイムで見事優勝を果たしました。1、2年生が中心ということで、まあ、来年の方はね。楽しみではあるんですけれども。まあ、ただ今年もねタイムがいいですし。しまあ、1年生もね。中学時代から全国区の選手も入ってきましたから。 しっかり勝負してくる可能性はあるのかなと思いますし軍営女学院といえば毎年上位争い絡む強さもありますからまあ、外さない選手も多いチームワークも非常に素晴らしいということも加味しまして今回5位を予想いたしました、まあ、エースもおりまして流れを失わない展開を前半から作れるのかなと個人的には思っておりますそして最後6位予想は長野県代表長野東高校を予想いたします 長野県高校駅伝優勝、北信越高校駅伝も優勝を果たした長野東高校、昨年優勝、宮古路初優勝を果たした学校ですが、エースの名和選手は昨年同様、1区で流れを作れるかがポイントとなると思いますが、まあ、長野東高校といえば、駅伝力、ロードに強い選手が揃っておりますので、トラックの持ちタイム以上に強さを感じるチームでもありますから、安定感でしっかり勝負してくれれば、まあ、6位、まあ、8位入賞ぐらいはありうるのかなと、個人的には思っております。 まあ名和選手もおりますので一区から流れを作り続けると予想しますし大崩れの心配もないのかなと思います。また真柴選手や久保田選手あたりも非常にいい走り、調子が良さそうな雰囲気がありますから、まあ、なんだかなんだかんだね合わせてきて入賞を果たすのかなというふうに個人的には思いましたので6位は長野東高校を予想いたしました。 ということで今回の動画は全国高校駅伝女子順位予想6位までを予想させていただきました。以上。